川隆久の国際不動産投資成功塾。皆さんこんにちは。市川隆久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆久です。涼子ちゃん、はい、海外出張に私はしょっちゅう行ってるでしょ。そうですね。で、海外のホテルで僕はね、夜とか何をしてるかと、まあ、多分興味ないと思うから言うけど、なんか前聞いたことあるような気がします。なんか言ったっけ。はい、ドラマを見てる。そうそうそう、さすが頭いいね。これもしかしてこれで喋ったかな。はい、ポッドキャストで。ポッドキャスト喋ったか。はい、そうか。いや、あのね、そうなんですよ。特にヨーロッパとか行くと、アジアに行くとね、結構あの英語の番組とか日本語の番組もよくやってるんで、テレビも 見たりするんだけど、ヨーロッパ行くと完全にわけわからん状態になるんですよ。ドイツ語しかやってなかった。そうなんですね。そうするとドラマとか見るんだけども、あれって映像って YouTube とかは世界どっからでも見れるんだけど、よくある今ただ の, あのテレビ1週間ただで見れるやつとかあるじゃない。はい、ああいうさアプリがあるじゃない。あれって見れないよね、外国からだと。だからそれを見れるようにするアプリがちゃんとあって、見れるようにするっていうか、中国に行くと基本的に Facebook も見れないし、Gmail も使えないし LINE も使えないんですよ。ただ VPN というバリアを超えていくようなサイトにつなぐと、それはそこの国じゃないところのサイトにつながるわけよ。で、まあ僕はちょっとそれをいろいろ中国に行った時にどうの、アプリが一番いいかなってことをいろいろ試してみたんだけど、たまたまものすごく操作性が良くて必ずつながって、結構一回つながったらそう簡単に切れないっていうようなアプリを見つけたんですね。でそしたら、まあ、これはあの無料ではなくて年に4000円ぐらい払うのかな、まあ大したことないねと思えば、はい、でやったらですね、これがあのどこの国でも大体こうつながるんですよ。でそれをね、日本でつなげると日本にいるかのようになるやつもある。便利ですね。そう、それなんで日本のドラマが見れる。実は航空券を買うときとか、実は日本のサイトでホテルを取るときとか、日本からの経由で取ると、例えばゴールデンウィークの時高かったりするんだけど、あれ他の国の経由でその同じサイトを取ると実はゴールデンウィーク関係なかったりするから安かったりするらしいんだけど、まだそこまでチャレンジしたことがないので、ね、英語が多分達者で全部できてきてやれれば、もっともっとね使い勝手がいいんじゃないかなみたいな感じもちょっとしてて、で今ほらやっぱりネットで何でも撮れる時代じゃないですか。それこそ飛行機なんかもうびっくりですよ。あれだっていながらにしてというか、自分でもうあれだけのことをカチャ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 やってすぐ飛行機のチケットが取れてね、なんて想像も絶するような話ですよ。そうですね。うん、もう新幹線もやっと登録してこんなに便利かって思うぐらいすぐ変更とかすぐできるし、やっぱすごいよねと思うと、やっぱそういうものを使いこなせるか使いこなせないかだけで、まあ、得も損もあるんだけど、なんだろうな、もうそのちょっといける次元が違っちゃうっていうか、例えば Google マップ一つあれば、これカーナビの役になるじゃない。そうするともう知らない海外に行っても運転してたどり着くわけですよ。そうじゃなかったら僕も運転して自分で行こうかなと思わないけど、今の世の中は今ね、それでたどり着けちゃうからさ、便利ですよね。便利だね。だからそれを思うと、なんだろうな、やっぱりそうスマホが変えたし、もうすごくやっぱり、ただ情報過多になってくるんで頭の中整理しておかないと、まあそれはそれでわけわかんなくなるかなという感じだと思うんで、まあ、海外不動産もね、スマホでカチャカチャ見れたりすることを考えてる人もいると思うんだけど、見てもわかんないところはわかんないからね、ちょっとそのあたりも含めて、まあ僕らがいい形で貢献できるように頑張んなきゃいけないかなと思いますけどね。そうですね。それでは今日の番組始まりです。Q&A コーナー。それではリスナー様からの質問に答えるコーナーです。早速今日の質問をご紹介いたします。5000万円で海外不動産を買ってお金持ちになりたいという質問です。市川さんの著書を何度も読みました。私は32歳で
頑張って7000万円のキャッシュを作りました。そのお金をもとにお金持ちになって早くリタイアしたいと思います。市川さんの本を読むと3000万円あれば海外不動産を買ってもいいと書いてありました。もっと勉強していこうと思っていますが、ぜひアドバイスをお願いしますとのことです。はい、これどう思った？32歳ってさ、すごいなって思いました。7000万ってさ、すごくない？これすごすぎます。でもね、僕のお客さんでも、まあいくら持ってるとは言わなくても32歳で、まあ、20代でもう あれよ、ファイナンスフリーっていうか、もうお金の心配しませんって人いるよ。すごいですね。要するに不動産投資を早めのうちからやってきて、である一定のお金ができたから、もう僕はそこの収入だけでやっていけます。まあその収入がいくらなのか分かんないけどね、年間1000万ぐらいが仮に入ってくるとして、まあ、10% 回れば1億円ぐらいの資産が持ってれば 10% ぐらい回るけど、それはっていうような話なんで、実は意思を持ってやろうと思えばできるし、ただこの方がですね、この頑張って7000万のキャッシュをどうやって作ったかが気になりますよね。そうそう、はっきり言ってよります。不動産で作ったんだったらもうここから買え、これ多分日本の不動産と思う、海外頑張って海外不動産を買うって要するにまだ買ってないってことだと思うのね、はい、だから、不動産で、まあ、7000万っていうものを作ったんだったら不動産のセンスもあるから5000万でまず海外不動産を買ってお金持ちになりたいっていうのはできなくはない。なんだけど、わかんない、いろんな今さ、多分涼子ちゃんも今うちの、ね、会社にさ、いろんな本が置いてあるじゃない、はい、金持ち父さん貧乏父さんとかってあるでしょ。あれとかを読んでいくと、もちろんその投資ということに関しての考え方が当然書いてあって、一番良くないのが人に雇われてると時間を買ってるような、なんていうの、時間を、売ってるかで給料もらってる、それだともう貯まる金額も知れてるしと。だから自立しようと思ったらまずそうじゃなくてビジネスを起こすとかで、それでまた賃貸不動産を持つとか、いろんなことがやっぱ書いてあるんですね。で、まあ、投資本とか最近いろいろ僕も勉強のためにもう一回読み直したり、いろんなものを目にする機会が多いんだけども、やっぱりね、その何かに決めるかっていうことに関して、別にその、なんだろう、僕はその3000万円あれば海外不動産買ってもいいっていうアドバイスはどういうところにポイントがあるかというと、3000万円ぐらいの不動産じゃないと、特に海外不動産は変な不動産が増えるよと。本当に5000万円ぐらいの不動産だったら、まあ場所によるけど、そんな変な不動産じゃなくてもちゃんとした不動産買うことができるの で海外不動産ってやりようによってはというか、タイミングもちゃんと間違えないでやれば値上がりする可能性も十分高いんですよ、中古、まあ、特に欧米系のね、ヨーロッパとかアメリカ系の不動産をうまく買うことによって、はい、中古でも平気で値上がりしていく、まあ、アジアの場合非常に難しいんで、アジアで投資しながら買うっていうことになると本当に向こうに住むぐらいの覚悟はないと難しいんだけど、まあ、でも十分そういう可能性はある中で言うと、なんかね、7000万のキャッシュ作ったってことは、これ事業の才能もあるんじゃないかなぐらいのね。でもリタイアしたいんだね。そうですね、もったいないね多分ね。だから僕がアドバイスするんだったら、もっと儲けたらいいんじゃんというかですね、もっとこの人別にあれじゃないかな、海外不動産買う前にもっと儲かるんじゃないかな。そうするとね、この5000万で不動産、海外不動産買うんじゃなくて、僕から言わせると3億とか3億とかの不動産買った方が儲かるよ、もっと。だっていいものを買えるもん、もっと。その方がね、まあ、分散も含めて考えたら3億5億ぐらいのお金がもうあって勝負かけた方が、なんか全然そのリターンも大きいし、いけるんじゃないかなという感じもちょっとしているので、もちろんね、一生懸命考えて、もう不動産大好きで不動産に関しての部分で僕はもう頑張るんですって話なのか、ただね、これちょっとね、僕の本を何度も読むっていうことで頭でっかちに仮にですよなって、情報を自分の中で全部処理しようと思うと間違えます。なぜなら目利きはできないから。海外不動産ってこれね、分かってる人に物件選定してもらった方がいいのよ。だって分かんないもんね、いろんな国のこと、はい、でこれをね、多分この雰囲気からするとですよ、この文脈からすると、自分が僕見たくなりたいと思ってるかもしれないんだけど、これまた違う次元の話なんですね。だから
僕はもちろん年齢も行ってるし、いろんな国を見てる、見てて、でもう6年ぐらい海外不動産専門でもうやってる。で不動産歴私35年ですから、それを思うとそのキャリアで見てものを喋っているので物件を選ぶっていう目線が、私の本を読んで勉強しただけでなるかっていうと、それはない。だからやっぱりいいアドバイザーの人に本当にアドバイスしてもらってやるか、あのでもね、なんか自分でできる自信も、多分32歳ぐらいってさ、まあまあまあ言い方悪いけど生意気盛りだもするだろうし、成功もしてきてるから自信もあるだろうし、だけどまああれだな、5000万ぐらいだとその寄ってたかってこの人にサポートしますかっていうほどでもないんだよな、あの不動産で言うと、はい、これが悲しいことに、この人は頑張ったと思うし、すごく頑張ってるし、でも3億5億の予算で不動産買いたいって言ったら、もういろんないい物件持ってきますよみんな絶対。だからそういう風になって、やっぱり人とのリレーションをうまくねやっていくことが大事じゃないかなと。なんかね、自分で頑張ろうとしてすぎるような、ごめん勝手に僕がね思ってる話なんで、あの余計なお世話かもしれませんよ、余計なお世話かもしれないんだけども、いろいろあるよね、まだ若いし、で失敗しても取り返しもつくし、でリタイアって別に飽きるからね、リタイアじゃないんだろうな、多分なんか自由になりたいんだろうね、うん、あの人に雇われないとか、そういう意味では大賛成なんだけども、その場合の糧となるようなところを、まあ、実際僕の あの仲いい、九州時代の友達で、まあ、あの 50半ばぐらいになってるんで、もうあのリタイアするというか、海外不動産も含めた不動産投資家になって、週1回しか、まあ、実際は働いてなくて、まあ、ゴルフ三昧してるような、いいですね、いるのよ。でもね、投資は賢いと思う、ものすごく。だから多分、待って、しょっちゅうゴルフしに海外行ってたりしてるよ。そうなんですね、うん、聞いたもん、週何日何かやってんの、週4日ぐらいかな、というか週4日プロじゃんかというぐらいの。楽しそうですね。そうそう、スコアはそこまでじゃないみたいだけどね、どうやらねと思うとね、うん、あのそういう人生全然あると思うんだけど、やっぱり、うん、どうかな、あのちょっと肩に力が入りすぎてるというかいう感じもちょっとするので、本当にその信頼できる人に素直にやっていかないと、一人の力ではこれは難しいんですね。やっぱ特に海外不動産なんかは、出会った人ですごくいいなと思う人のところは、もうある程度一旦はもう目つぶって、信じてやるというぐらいにならないとなかなか難しいので、そういうところがうまくマッチすればいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。